ねえのかよ。ここでは喧嘩しねえし、誰にもさせねえ。血たらしながらカッコつけてんじゃねえ。てめえにやられたからじゃねえ。さっき自分で壁に頭突きしたんだよ。じゃあそのまま死んどけよ。なに勝手におもちゃ振り回してんの。話せ。焦んなくても爆弾はキリヒトが潰してあげるから、ここではあんまはしゃがないでくれる。こっちは場所関係ねえぞ。これうちの総長が動くなっつってんだ。勝手に動くな。上等だこれ。まあまあまあ。こいつ焼肉臭くね。てかなんでさっきから全体的に美味しそうな匂いしてんだよ。やめろよ。達也は三塁焼肉で働いてるから美味しそうな匂いしてんだろうが。燃焼上がりの超不良、覚悟と決意の青春物語。おめえはバカだけどクズじゃねえ。アウト。